送おはようテラちゃん。5月6日木曜日5時になりました。おはようございます、寺島直政です。ゴールデンウィーク大型連休、どのようにお過ごしになりましたでしょうか。今日からまた仕事に戻るぞという方が多いかと思うんですが、出穴くじかれたというかですね、私もてっきりもう今朝には雨は上がってると思ってたんですね。ですから傘も外に出るまで持っていなかったんです。外出たらポツポツまだ雨降ってるんですね。路面もしっかり濡れて、今でも雨雲レーダー見るとですね、東京で行くと西東京のもっと西、あと調布あたりですね、世田谷ももちろん降ってます。北の方に行きますと越谷も今雨ですね。都心ももちろん雨ですし、千葉の方だと野田のあたりも雨、茨城の方にも雨雲が、筑波の方にもかかってますね。今朝の関東沿岸中心にまだ雨降ってます。雨が降るのはあとでも数時間ですね。1時間2時間こう進めてみると結構雨が上がってくる地域が増えてきます。日中は天気回復しそうです。今日は晴れ間戻って暑くなりそうです。ただ今浜松町界隈はもやというか霧というかですね、結構視界が悪くなりつつあります。どうぞ車運転する方、している方、お気をつけになってください。今日の予想最高気温、昨日より高く、内陸中心に所々で25度以上夏日になるでしょう。 16.5 度、今浜松町ですね。ここから気温はさらにどんどん上がっていくと、昼間薄着で過ごせる陽気です。ただ急に暑くなりますんで、体調を崩さないようこまめに、もうこういう季節になるんですね、水分を取る、こまめに水分を取るなど対策を心がけてください。東京地方今日は曇り時々晴れ、明日は曇りのち一時雨、現在濃霧注意報は伊豆諸島だけですね。乾燥注意報が群馬県に出ています。さて昨日東京、昨日新たなですね、新型コロナウイルスの感染者621人でした。1週間前の水曜よりは304人少なくなり、1週間平均は前の週の 105.3%、まあ、1週間前の平均と比べるとまだ増えているということですね。専門家は大型連休中は医療機関を受診しづらいので、連休が明けて感染者数が増える可能性がある、連休中に出かけた人も多いと見られるので、影響は1週間から10日後のデータを見る必要があり、今の段階で感染拡大が収まったかどうかはわからないというふうに言ってますね。さて今朝のおはようテラちゃんはですね、ウクライナとつないでおります。ウクライナ在住のウクルインフォルム日本語版編集者、平野隆さんです。平野さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ウクライナといえばラジオ機の方もですね、クリミア半島をめぐるこのウクライナとこのロシアの問題があったりだとか、まあ、その他チェルノブイリだとかですね、ビールがおいしい、ワインがおいしいぞとかね、チョコレートもあるぞとか、まあ、いろいろなこの思いを馳せる方いらっしゃるかと思うんですけど、ただ一方でウクライナというこの国名は知ってるんだけど、はてさてどんなところなのかなという、まあ、今日はこのあたり時間の限り平野さんにお話をいただこうと考えております。平野さん、今日本との時差が6時間ですか。そうですね、今夜の11時、11時ですね、はい、今私がですね、今日の日本、特に東京のこの関東あたりのですね、日中の最高気温25度になる、まあ、夏日になるとお伝えしたんですが、今ウクライナって何度くらいなんですか、日中は。今日まだ今夜なんですけれど、はい、日中20度まで上がってます。結構暖かかったですね。暖かいですね、結構ね、で位置的にはですね、ラジオ機の方、ロシアとこの北東あたり接してるという考えかな。で南の方には黒海がありますね。そうですね、南側ですかね、南側に黒海があってという、でそこにクリミア半島があると、そうです、いうような状況ですよね。平野さんは1981年に鳥取でお生まれになって、東京外語大学こちらをお出になってから、2013年にリビウ国立大学、これウクライナの大学なんですが、ここに進まれました。でその後ですね、ウクライナ日本国の大使館の専門調査員などお務めになって、現在ウクルインフォルム通信の日本語版の編集者でいらっしゃいます。写真家としても活動されてるようですね。
していました、まあ、しています。あ、そうなんですね。どんな写真を撮るのが得意なんですか？人の写真や風景の写真、何気ない写真ですかね。あ、何気ない写真、素敵ですね。で、今平野さんがお仕事されているこのウクルインフォルムというのは、これはどういうお仕事をされているんですか？ウクルインフォルムというのは、はい、ウクライナの国営通信社で、はい、ウクライナ国内外のニュースを配信する会社です。あ、そうなん、そこの日本語版を担当されていると。そうですね、日本の方向けの、ウクライナについてをメインに日本語でニュースを配信しています。そうなんですね。あの、先ほど東京は600人台だというふうに、これはちょっとこう検査数も少ないので、少ないから、感染者の数も少なくなっているという分析もあるんですが、今ウクライナって新型コロナウイルスはどうなってるんでしょう？4月の頭は相当多くて2万人ぐらい、1日に全体で2万人ぐらいになってたんですけれど、感染者が、はい、ここのところ収まってきて5000、4000、3000くらいまで、感染者数1日で、下がってきているところです。そうな、それはワクチンのやはり効果ですか？ロックダウンですね。ロックダウンなんですね。4月にロックダウンをしていたので、それの効果が出たんだと思います。そうなんですね。ウクライナは人口がおよそ4100万人ぐらいで、公用語がウクライナ語ということは、平野さんはそのウクライナ語っていうのをもうバッチリ操ってらっしゃるってことなんですね。そうですね、ウクライナ語を勉強してきました。そういうこと。ウクライナに関心を持ったのはどういうきっかけだったんでしょう？子どもの頃、父親が地理の教師をしてたんですけど、地理が持っていた本の中に、ウクライナについて書かれているところがあって、それを読んで関心を持ちました。特にその具体的にはウクライナって行ってみたいなと思われたきっかけっていうのはどんな感じなんですか？そうですね、こんなに大きい国だけれど情報がほとんど当時はなかったので、どんな国なんだろうって、ここに書いてあることはどれくらい本当なんだろう、もっと自分の目で見てみたいっていう、その子供の頃に夢が浮かんだみたいな、それがだからウクライナピンポイントで行ったってことなんですね。そうですね、ウクライナの面積というと、手元の資料だと日本のおよそ 1.6 倍ぐらいと、それぐらいですね、いう感じなんですね。ウクライナの人たちってどんな人たちなんですか？一括りにはできないでしょうが。そうですね、おおらかだと思いますけどね、基本的には。そうなんですね。外国人に対してもそんなにこう嫌がりもせず。ということは、平野さんと初対面の人でも、どっから来たんだ、君は日本人か、なんていうふうに気さくに話しかけてくるんですね。気さくですね。で、酒でも飲まないかってくるんですか？あっちが酔ってたらあるかもしれないですね。急にはなかなかお酒まではいかないから、お酒はそこはいかないんですね。はい、またいろいろと後ほど平野さん教えてください。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今朝5時台の お話しくださる方は、ウクライナ在住のウクルインフォルム日本語版編集者、平野隆さんです。今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはtera@joqr.net、 ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。時刻5時9分になるところです。文化放送おはようテラちゃん、今朝も9時までお送りしていきます。おはようテラちゃん。時刻5時16分です。おはようテラちゃん。この5時台は、今朝ウクルインフォルム、のですね、日本語版編集者、ウクライナにいらっしゃいます平野隆さんと結んでいろいろと話を聞いています。平野さん、改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ラジオ機の方からもですね、ジャク三世とユウキさんは、ウクライナ国旗が水色と黄色の2層構造ですよね、というふうにいただいてますが、まさにそうですね。2色なんですね。小麦と青空って言われますね。はあ、小麦と青空の色なんですね。そうやって聞くと覚えやすいですね。そうですね。あとは首都がキエフですね。はい、はい、今、平野さんがいらっしゃるのはどちらですか？
そこです、首都のキエフにいらっしゃるんですね、ええ、はい。さあそれではですね、その平野さんとともに朝刊トップ5お届けしてまいります。5月6日木曜日、今朝は一般紙が休刊日のため、スポーツ紙各紙から気になる見出し5つ紹介していきます。日刊スポーツ、緊急事態宣言延長へ。東京、大阪、京都、兵庫の4都府県に発令されている緊急事態宣言、期限を延長する方向で最終調整に入りました。まあ、今この延長期間は2週間、あと5月いっぱいまでとする案が浮上しているようですね。菅総理、今週中に判断したいとしています。サンケイスポーツ、札幌チャレンジハーフマラソン、非常に意味があった大会。東京オリンピックのコースを使用したテスト大会である陸上の札幌チャレンジハーフマラソン、昨日行われました。沿道での声援自粛が呼びかけられた中、視察した東京オリンピックパラリンピック組織委員会の橋本会長、新型コロナウイルスの感染が広がる中で開催したテスト大会の成果強調しています。スポーツ報知、ワクチン1日1万人接種、自衛隊次第。河野行革担当大臣は報道番組で、ワクチンの大規模接種センター東京会場の接種人数について、1日1万人になるかどうかは自衛隊の検討次第だと言及しました。スポーツ日本、ステルス小池、自民警戒。東京都議会選挙、7月4日の投開票まで2ヶ月を切りました。第1党の座を小池都知事が率いてきた都民ファーストの会、こちらが維持するのか、4年ぶりに公明党との協力体制を復活させた自民党が奪還するか、まあ、このあたりが焦点となる中、小池都知事の動向に注目が集まっています。デイリースポーツ、鬼滅全米集中。北米で上映中のアニメ映画、劇場版鬼滅の刃無限列車編の4月30日から5月2日の週末興行収入、およそ642万ドル、日本円でおよそ7億円となり、トップとなりました。日本のアニメとしては2000年頃に北米で相次いで上映されたポケモン、ポケットモンスターの映画に続く歴代3位の興行収入となっているということですね。はい。さて、ウクライナにいらっしゃいます平野さん、はい、今もお伝えしたようにですね、東京オリンピック、まあ、これに先駆けて、まあ、テストパターンという意味も込めて札幌で昨日ハーフマラソンの大会があったんですが、ウクライナでは東京オリンピックパラリンピックについて興味というのはどういう感じですか？報道はされていますよ、はい、実施されるんだろうかっていう、はあはあ、その行方をこう皆さん関心を持ってらっしゃいますね。ええ、そうですか。ウクライナの選手もそうすると参加の意思はあるって感じですかね、現時点では。そうですね、ええ、準備はしています。準備はしているということですね、ええ、あとは映画なんですが、鬼滅の刃、まあ、これが今アメリカで、もうヒットしてるっていうニュースをお伝えしましたけど、ええ、ウクライナではどうですか？どうですかね、アニメファンはいるんですけれど、日本のアニメファンは、はい、鬼滅の刃が人気っていうのは私は今のところ聞いたことないです、ね、そうですか、はい、あとはですね、ウクライナというとウクライナ疑惑、これどういうことかというと、アメリカニューヨークの連邦検察、先週ですね、トランプ前大統領の顧問弁護士を務めた元ニューヨーク市長ジュリアーニ氏の自宅と事務所を捜索しました。このウクライナ疑惑をめぐるやり取りに違法性がなかったかが焦点となります。ウクライナ疑惑、トランプ大統領側が去年の大統領選を前に自らを利するような介入をウクライナ政府に求めたとされる問題です。トランプ大統領、弾劾裁判でトランプ大統領は無罪になったんですが、ジュリアーニ氏がですね、疑惑の中心人物とされていて捜査が続けられていたということなんですが、平野さん、このニュースはウクライナではどんな感じで報道されてますか？ジュリアーニはウクライナで有名人物で何度もウクライナに来ているので、はい、その動向というか捜査の行方っていうのは報じられてるんですけれど、ただもう過去の人という認識じゃないですかね。はーはー、淡々と捜査がされているというのが報じられているくらいだと思います。そうなんですね。今平野さん、ウクライナで、まあ、トップニュース、新型コロナウイルスかと思うんですが、それ以外でもどんなものがニュースとして目立ってますか？ここ数日ですと、今 G7 外相会談が
ありましたよね、あれでウクライナとロシアがどういうふうに扱われるのか、はあ、でそれから今日もう多分来てるんだと思うんですけど、アメリカのブリンケン国務長官がウクライナに来るんですね、はい、多分到着してるんですもう、はい、で G7 の後すぐウクライナに来ている、はい、でそれでどんな話を大統領とするんだろうっていうのが注目を集めてます、ね、まあ、アメリカという外務大臣がね、ブリンケン氏がウクライナに来るってことは、ウクライナにものすごく関心を持ってるってことですね。そうですね、まあ、それは G7 のやり取りをそのまま持ってくることになりますから、ね、はい、なるほど、伝えにわざわざ来るってことは、それはそのウクライナに対してアメリカはちゃんと気配ってるよっていうところなんですかね。そうですね、G7 としての声を伝えに来るってことだと思いますね。そうなんですね。日本もそこには含まれる話ですから。あ、そうですね。あとはロシア下院の議員グループがですね、過激派と認定された組織に関与した人物が下院選に立候補することを禁止する法案を議会に提出したという、まあ、こんなニュースも入ってきてます。まあ、司法当局、反体制派ナワリヌイ氏が率いる汚職追及組織の過激派認定に向けて動いていて、ナワリヌイ氏の陣営幹部らを9月に行われる下院選から排除する狙いがあると見られています。プーチン政権の与党の統一ロシアの議員を含むグループ、これが提出しました。議会はですね、政権派が圧倒的多数を占めていて、法案の成立は確実と見られています。ロシアのこのニュースなんですが、ウクライナでは、まあ、ピリピリした関係ですけど、これどう報道されてますか。これ私は報道見てないので、そんなに取り上げられてないと思いますね。ナワリヌイの動向、健康状態などは報じられますけど、ここまで議会の動向になるとウクライナでは報じられないですね。はい、あ、そういう感じなんですね。はい、はい、それでは平野さん、また後ほどお話聞かせてください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。おはよう、テラちゃん。時刻5時31分です。おはよう、テラちゃん。今朝の5時台は、ウクライナと結んでいます。ウクルインフォルム日本語版編集者、ウクライナでお仕事をされている平野隆さんです。改めて平野さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、この時間平野さんに伺うテーマ、こちらにしましょう。ロシア・ウクライナ緊張は高まる。ロシアとウクライナの関係には深い歴史があります。平野さん、このあたり教えていただけますでしょうか。長い歴史があるんですけど、はい、簡単に説明しますと。お願いします。1000年前にキーウルーシ、キエフ大公国という国があったんですけれど、はい、そこはウクライナとロシアの両民族が自らの起源だと主張している国なんですね。でウクライナはこれはウクライナの起源だって言うんですけど、ロシアは、いや、ロシア人とウクライナ人はそもそも同じ民族なので、キーウルーシは共通の起源だって言うんですね。はい、するとウクライナ人とロシア人の対立の根っこがここに生まれるわけです。でロシアはウクライナの土地も人もロシアの一部だという思想を持っていて、はい、でそれはでウクライナはロシアの勢力圏の重要な一部だと見ているわけですね。はい、で他方でウクライナからすればそのようなロシアの見方は受けられないものですから、徹底的にこう拒否する、はい、そうすると対立が生じるわけです。で1991年に、ソ連が崩壊するんですけれど、はい、崩壊した後もその、特にそのウクライナとロシアとベラルーシの独立でソ連は崩壊するんですけど、一番独立を目指していたのはウクライナで、はい、ウクライナが独立したらソ連は持たないのでと、ロシアもベラルーシも独立します。はい、で独立以降もロシアはウクライナを自らの勢力圏に止めようと努力しますし、はい、ウクライナはできるだけロシアから距離を取って西側に向かおうと、はい、でベクトルがもう真逆にあるんですね。この2つの国は、はい、でウクライナにとってはいかにロシアの首輝きを断つかっていうことが至上命題になっているわけです。はい、そのウクライナなんですけれども、ロシアに依存してエネルギーを依存してたんですか。そうですね、そうは言ってもその、経済、ソ連の経済の組み込まれていたので、そのいろいろなそのメカニズムがロシアと組み込まれていて、はい、独立してもいろんなところで依存関係があって、特にエネルギーが一番依存していて、ガスや石油をたくさんロシアから
輸入してたわけです、はい、でロシアから急に離れると経済が回らないし、どうしたらいいかな、はい、でも西側に進みたいっていうそのジレンマの中で独立してからしばらく苦しんでいたのがウクライナですね、はい、でそのただその一般国民もエリートもみんな西側その EU に入りたいというのでその努力してきてたんですけど、2014年に当時の大統領がその西側に向かうのをやめるという発表をしたら市民が反対して革命が起きて政権が崩壊で、その政権が崩壊したタイミングを狙ったかのように2014年2月にロシアがクリミアへ侵攻して、そこでクリミアの議会を占拠するんですね。でロシアは占拠した議会をもう好きなように動かせるわけで、そこでそのいわゆる住民投票を使ってクリミアはロシアに編入したと発表するんですが、はい、そのここで重要になるのはその議会はそのまず武力占拠が行われたわけですよ、はい、でロシア の, その特殊部隊を 動員して占拠したっていうのはプーチンも言っていますし、あ、言ってるんですね、はい、自分で言ってます、あれはロシア軍だったというふうに言っているので、はい、それはもちろんその、他国の軍に占拠された議会の決定というものは受け入れられるわけがないし、はい、もちろんいろいろなところで違法ですしというので、住民投票もクリミアの併合も、認めないとアメリカ、EU、日本などがこう反発する、はい、でその時にロシアは G8 からその除外されている G7 になるわけです、ね、G7 になった、はい、でそれからさらにロシアはウクライナ東部にも武力で介入して、はい、今のようなその紛争状態になっていく、で、これらのロシアの侵略行為を受けてアメリカ、EU、日本はウクライナを大きくサポートし始めて、はい、でロシアに対して制裁を発動する、はい、でそれで西側諸国ウクライナ陣営とロシアの対立っていうのが生まれたわけですね、平野さん、先ほども私お話したんですが、2013年にウクライナの大学に進学されてます。で今平野さんお話しいただいたそのヤヌコビッチでしたっけ、2014年政権が崩壊する、まさにその時にウクライナにいらしたんですね。そうですね、革命末期ぐらいにはいたと思いますね。そうですね、その時大使館で仕事してます。その時も日本大使館 の, そのお仕事をしていたね、ちょうど入れ替わりの時期で一瞬日本にいたんですけど、その2014年1月から今、はい、革命が終わる頃から来てます。今平野さん革命ってこうおっしゃってますけれども、やはりそれはもう革命ものすごくこう、まあ、動乱というか、2つのこの、まあ、2つの意見っていうことでもないんですもんね。まあ、2つの意見、その暴力は良くないという人たちと、はい、いやこれ今やらないといけないという人たちがいるんですけど、まあ、私の周りの友達やらその知り合いやらがみんなこう抗議に出かけていって、何とかしないといけないっていうムードがあったので、まあ、その何ですか、家でテレビを見てるだけの人と街に出ていく人っていうと、やっぱり街に出ていく人がどうしても目立ちますからね、そうすると声を上げた人が力を持つみたいなところはあったと思います。そうなんです、まあ、革命は大体どれもそうですけど。そうなんですね、まあ、それを目の当たりにしたのが平野さんでいらっしゃいます。あとよく日本ではそのクリミア編入という言葉を耳にするんですが、これはその現地にいらっしゃる平野さんからしてみて、ウクライナの人からしてみて正しい使い方なんでしょうか。私はクリミアについては編入はロシア側の立場、ロシアを主語にした用語なので私は避けた方がいいと思ってます。そうなんですか。例えば北方領土の問題があってもソ連に編入されたとは言わなくて、ソ連ロシアに不法占拠されていると言いますよね。それはあの当時武力によって他国の領土、日本の領土をその支配下に置いたので、それは占拠だっていう整理がされているわけです、でそのウクライナに関してもクリミアに関しては国連総会の決議でクリミアはロシア連邦に占拠されているウクライナ領というふうに決められてますし、はい、でそれをもとに国連機関は活動しているわけですね、占拠された土地の人たちをどう収容という、はい、ですから私は国際法上のクリミアの地位は占拠が最も適していると思います。また国によってはその違法併合されたクリミアという言い方もします、占拠もしくは違法併合、この言葉が、ウクライナからしてみれば正しい使い方だよと、まあ、今のでも北方領土の例を取ってみれば至極当然ですね、それはね。
そうですね、主権が移動しないようにあれだけ苦労してるんだから、それはウクライナも同じことだって、ね、そうなんですね、はい、さてそんな話がある中で、まあ、そのロシアもですね G8 から外されて G7 に今なってます。その外相会合がね今開かれているという状況なんですが、再びその緊張が高まっているというのはこれどうしてなんでしょうか。まあ、ロシアが緊張を高めたんですけれど、その意図を理解するのはとても難しいと思うんですけれど、今回に関しては私は3つ理由があると思うんですね、はい、1つはそのゼレンスキーウクライナ大統領の経験が浅い、はい、でそれで脅そうとしたんだと思うんです、はあはあ、で今ウクライナ東部紛争はフランスとドイツとウクライナとロシアで話し合いをしているんですけれど、はい、で今ちょっと交渉の重要な局面になっているんです、フランスとドイツが重要な提案をして、ウクライナとロシアでそれをこう合意をしなければいけない状況なんですけど、はい、合意がうまくいかない、ただその提案自体はすごく重要なので、なんとか合意したい、はい、でそのタイミングでロシアはその武力、経験の浅いゼレンスキーに圧力をかけて、はい、なんとか自分の要求を飲ませようとしてたんじゃないかなというのが一つ、はい、それが一つ目の考えられる理由です、はい、もう二つの理由はアメリカに対する行動だと私は思うんですね。というのがそのバイデン政権がまだ立ち上がって間もない時期 で、はい、でロシアにはウクライナ周辺で緊張を高めた際にアメリカがどういう対応を取るのか見てみたいという気持ちがあったんですよ。でそれは実際今回に関しては多分結果が出てると思うんです。バイデンはプーチンに電話しましたし、でそれで首脳会談をしようと提案してるんですね、はい、でそういう意味ではしてやったりみたいなところはあると思いますし、はい、同時に米国政権アメリカ政権は制裁対ロ制裁大きいのも発表しましたから、まあなんかプラスマイナスのところはありますね、はい、で最後の考えられる理由は中国が台湾に圧力をかけ続けてるんですけれど、はい、でロシアとしてはアジアと欧州の両面で緊張が発生したときにアメリカがどういうふうに動くのかっていうのを見たいと思います、はあ、見たい、はい、その新政権っていうのもありますけれど、そのどういうふうに対応してくるか、どういうバランスで動いてくるかっていうのを見たかったんじゃないかなと思います、そういうこの、まあ、目的が あるのではないかということなんですね、そして一方でそのイースター復活祭のタイミングで停戦のこの案というのもあったんですけれども、これはどうでしょう。停戦ウクライナは正教、まあ、東方天霊のキリスト教なので5月2日でしたかね、今年は、復活祭だったんですけれど、それに向けてその合意が近いって、報じられていたんですから、結局何も発表されなかったので停戦合意できなかったんだと思います。細かいところで意見がウクライナとロシアで合わなかったんだと思います、ね、そうなんですね、先ほどもこのウクライナとロシアもしくはそのフランスとドイツこれが介入しっていうのがあったんですが、今どんなところで具体的には、この話をつけようとしてるんでしょうか。ですね、まずすでにミンスク諸合意という、はい、その包括的にドンバスの何ですか、治安、はい、政治、社会経済のあらゆるものを決める合意っていうのがもうウクライナとロシアの間に結ばれてるんです、はい、ただそこにたくさんの項目があるんですけど、その順番が決まってないんです、はい、なので、どちらも自分の都合悪いことは後回しにして、はい、で自分の都合のいいとこだけ相手に要求してくる、ええ、それだと全然前に進まなくて、もうそれで2007年、もうほぼ7年間ですか、はい、その合意が前に進んでいないので、ドイツとフランスがその順番について、どうやら順番について提案をしている、はい、きちんとその前に進むように、順番に関してウクライナとロシアで妥協する案というのを提案しているんだと思う、はい、でそれが多分細かいところで合意になって、なるほど、合意ができていない、はい、まあ、そのウクライナの意見はあるし、ロシアはロシアで、いやこっちだろうっていうような、そこの意見がまとまってないってことなんですね。そうですね、さてそんな中ですね、ロシアウクライナの国境に軍の部隊15万人集結というニュースも一時入ったんですけれども、これはウクライナではどういうふうに報じられましたか。もちろん緊張を持って報じられてるんですけど、同時に意外と冷静だった部分もあって、はい、というのもそのこれはロシアによる脅しだっていうのをその政権が言っていましたし、一般の民衆も多分そう思ってたと思うんですね、はい、
で国際社会そのいろんな国がウクライナに電話をかけてウクライナを私たちはサポートしているっていうのも安心感につながったと思います、はい、でもうすでに、4月末にロシアはウクライナ国境とクリミアから集めていた軍を部隊を撤退させると発表しています、でただ私はそこで気を抜くのはまだ早いと思うんですね、はい、というのはその実際に発表しただけなのでどの程度本当に撤退させるのか確認しないといけないですし、はい、兵器と人員の両方が撤退するのかそれとも兵器は残して人員だけ撤退させるのか、はい、でその細かいところも見ないといけないです、でまた今年はロシア夏にザーパド2021というその軍の大きな演習をまたウクライナの近くでやるんですけれど、はい、それも危ない、でそういうのを注目しないといけなくて、でまたそもそもクリミアには3万4万ぐらいの兵がいますし、はい、でウクライナの東側には常に3、4万のロシア軍がいるんですね、はい、でそれと8万ぐらいもともといるんですよ、はい、で実際その大型の戦争にはなってないですけど戦闘は常に小規模で続いていますし、死者も、ね、死者も民間人も軍人も出ているので、はーはー、一定の緊張はずっと続いていて今後も続いていくだろうと思いますね、小競り合いが未だに続いてるってことなんですね。続いてます、死者は出てますね、いつも。それ具体的にはどのあたりで出てるんですか。東部ですね、その、ロシアがその攻め込んで取った、はい、ドネツク・ルハンスク州っていうのがあるんですけれど、はい、そこの占領している領土と政府側の間のそのラインのところで衝突が起きています。はい、まあ、これいろんな歴史があって、一時はフルシチョフでしたっけね、ソ連時代の、まあ、トップ、これがもともとウクライナ出身で、いやそれあげるよみたいなことでねなったっていうような歴史も漏れ聞いてるんですけども、まあ、ですからいろんなことがこの複雑に絡み合って、ウクライナ側からしてみれば、いやウクライナはもう歴史とした独立だよってね、国なんだよと、もともとそうなんだから歴史的にって言ってる一方で、ロシアはロシアで、いや、ウクライナはロシアの一部なんだからさっていう。で、もう一つの理由としてはよく聞くのが、やはりこのロシアがクリミアをなんとかこの、欲しいっていうのはやはり黒海にあるってことがやはり大きいんですか。これは大きいと思いますね。そうですね、戦略的な意味はとても大きいと思いますね。はい、その、ウクライナとクリミアが自分のものにならなかった場合、ロシアはそのすごく地中海に出るのが難しくなるので、はい、クリミアは要所として欲しかったんだと思いますね。よく言われるのが、まあ、ロシアは不凍港ね、凍らない港が欲しいんだって前から言われてますけども、その一つがだから凍らないのが、まあ、クリミアということなんですね。まあ、都合のいい港があるってこと。そういうことなんですね。まあいろんな、ですからその、一部なんだっていう感覚だとか、そういったもので、現在に至ってるということです。さて、そんな中ですね、その15万人集結したというその話の中で、アメリカ国防省が、ロシアのこの軍のですね、この軍を強くするこの規模、増強の規模が2014年時を上回るとして、この演習目的かどうか定かではないというこの指摘もしています。先ほども平野さんに、お話伺いましたけれども、やはりこのアメリカの見方っていうのはある意味、まあ、不透明だっていうふうに今は踏んでるようですね。そうですね、私は軍事専門家ではないので分析でき、はい、しづらいんですけど、専門家の間では演習目的には多すぎるというのと、はい、まず何ですか、紳士協定じゃないですけど、はい、何かこう大きな軍の移動させた時には相手の要望に応えて情報を開示しなさいっていう合意があるんですね、はい、ヨーロッパの国の間では、それをこうロシアは無視してるんですよ、はい、どうして軍を動かしてるとかっていう情報を見せないようにしてるんですね、それで不信感が高まるっていうのもありますね、はい、そうなんですね。どうでしょう、これはもう起きてほしくはないです。ただ戦争が始まる可能性というのはウクライナの皆さんは今どう捉えてるんでしょう。まずその先ほど、言いましたように、はい、ウクライナ東部で小規模な衝突がずっと生じていて死者も出てるっていうのがまずウクライナの人たちの認識です、はい、毎日小さな戦争がずっと7年間続いて、で死者もずっと出ている。でその状態から、小さな紛争状態からより本格的な戦争に
発展するかどうかは、もうみんなプーチンのみぞ知ると思ってると思うんですけど、はい、私は今の時点ではその可能性は小さいと思います。小さいですか。というのは、今回西側諸国がバイデン政権というのもあるかもしれないですけど、素早く連絡を取り合って連帯を示しましたし、今年になってから G7 の外相のがウクライナに関する声明を2本も出してますし、はい、で今日2時間前にあの G7 外相会談が終わった後の、結論の文書が出たんですけど、そこにもロシアに対して軍撤退をしなさいっていう呼びかけが行われてるんです、はい、で、ヨーロッパやアメリカはまたロシアの制裁、対ロシア制裁を強める話も活発になってます、はい、でそこで私あの一つ重要だと思ってるんですが、現在ドイツとロシアの間で建設されている、ガスパイプラインっていうのがあるんですね、はい、ノルドストリーム2というんですけれど、これも 95% 完成してるんです、はい、でロシアはこのノルドストリーム2の完成をその長年望んで作ってるものなんですけれど、はい、アメリカやウクライナやポーランドや欧州のいろいろな国はこれは欧州がエネルギー面でもっとロシアに依存する悪いプロジェクトだ、でやめないといけないというふうに主張してるんです、はい、そこでドイツはロシアと経済パートナーを結んでいるドイツは批判を受けてるんですけれど、これは民間の経済プロジェクトだからといって作ろうと、建設を終わらせたいと思って、はい、でドイツは今その件に関してはロシアの味方をしてるんですね、はい、でこの状況の中でもしロシアが2014年のように大掛かりなウクライナ侵攻を始めると、やっぱりノルドストリーム2止めないといけないでしょう、真っ先にそれがこう対象になると思うんですね、で制裁をまずノルドストリームスで止めてしまおう、はい、そうするとロシアは長年努力がこう水の泡になってしまう、そうですね、でそうするとノルドストリーム2の完成の可能性があるうちは、はい、ロシアとしては大きな行動はしにくい、できないしにくい、はい、目立った行動を取るのは考えにくいと私は思います。そうなんです、ね、ただ、逆説的なんですけど、ノルドストリーム2が完成してしまう、はい、あるいは完全に停止してしまう、とロシアとしては身動きが取りやすい状態になると思います、ね、そうなんですね、でそうすると今度はまた心配事が増えてしまうと思います、ね、そうなんですね、まあ、そういうこの緊張の中にいるウクライナの皆さんですけど、やはりこの緊張といえば緩和もあるわけでね、そんな時にこの先ほどもお酒が美味しいっていうこと、はい、特にビールですけども、やはり平野さんストレス解消というか今のようなこのね、しっかりとこのいろいろと思考考えなきゃいけない部分もあれば、気分転換というのはウクライナではどんなことをされるんですか、皆さんは。散歩にみんなでいろんなところに出かけて歩く、はあはあ、とか、ご飯を食べに行く、友達との家に遊びに行くですかね、はい、ただコロナなのでちょっと、ね、みんなで集まりにくいですけれどね、先ほどもロックアウトかかってたっていうふうにおっしゃってましたけど、ロックダウンがかかってたって言いましたけど、ね、だから行きたくても行けないという、今その気分転換っておっしゃった平野さんの具体例はなかなかしづらいですね。まあ、みんなしてるから感染するんですけどね。あんまり守ってないから感染が広がってしまう。そういうことですか。だからロックダウンをしようという話ですね。そうか。言われてみりゃそうですね。まあ、常識で考えたらそこら辺避ければやってくんだけど、なかなか減らないっていうんで、もうしょうがないからロックダウンだっていうことなんですね。手元にちなみに資料があるんですけども、ビール、特にですね、ビール、ウクライナのビールは安いという、こういうこの結果があります。でアメリカの金融情報サイトが世界58カ国を対象にビール1杯の販売価格調査の結果っていうのを発表しました。で1位に輝いたのが南アフリカ 1.68 ドルといいますか184円ですね。2位にウクライナが来てまして 1.76 ドル193円。ビール安いですかね。安いです、安いです。ってことは安いし美味しいですよ。あ、美味しいんですね。日本のビール、もちろん平野さんも味はご存知かと思うんですが、どんな違いがあるんですか。そうですね、日本のビールは爽快感が強いビールが多いと思うんですけど、はい、ウクライナはもっと香りとか風味とか重点を置いたビールだと思いますね。多分、一緒に食べるものが違うからだと思うんですけど、日本の方が味が濃い食べ物と合わせるように作ってるんだと思います。はーはー、なるほど。ってことはウクライナでそのビールとともにこのおつまみっていうのは具体的にはどんなのがふっと今平野さん浮かんできます。
ですね、つまみがなくても飲めるんだと思うんですよ。香りと風味で、その、何ですか、飲めてしまうので、はい。日本のビールだと何かつまみがないと物足りない感じがしますよね。そうですね。でそこが多分違うと思うんですね。そうなんですね。あと昨日ドイツと結んでですね、ドイツは常温でも飲むんだっていうふうに言ってましたけど、ウクライナいかがですか、ビール。いや、キンキンに、キンキンまではいかないですか、冷やしますね。あ、そうなんですね。ウクライナは。ウクライナはね。あとワインも美味しいって聞いてるんですけど、美味しいですね。ワインも安いですか、じゃあ。ワインも安いと思いますね。比較的。そうですか。高いのも出てきてますけどね。もちろんね、高級志向の人も。ピンからキリまでありますもんね。あとは、その、ウクライナで長年暮らす平野さんに一つ、今、ラジオ機の方の中でも、ウクライナで、まあ、代表というか、平野さんがお好きなもので結構なんですが、何が美味しいですか、食べるもので。食べ物ですか、あ、やっぱり名物はあの赤いスープボルシチじゃないですかね。ボルシチか、ウクライナ料理としての代表的なものはボルシチだと私は思いますね。具材は何なんですか、具体的にはボルシチの中は。 ビーツっていうその、はい、豆、天才の一種ですかね、甘い株、株か、で、はい、あの赤いんですけれど、ほんのり甘くて、その野菜の汁がこう十分に出ている、すごくこう大地の恵みを感じる味ですね。あれは素晴らしいところですか。小麦と青空の国旗でね、大地の恵みを感じるんですね。はい、食べ物ですよ、ウクライナは。いや、食べ物なんですね。あと人の良さだ。ね、またぜひともウクライナの話、平野さん聞かせてください。はい、ありがとうございます。どうも今朝はありがとうございました。今朝5時台のコメンテーター、ウクライナ在住、ウクルインフォルム日本語版編集者、平野隆さんでした。